島根県芸術文化センターグラントアは、島根県増田市有明町にある芸術文化施設。島根県立岩美美術館と、島根県立岩美芸術劇場で構成され、2005年10月8日に開館した。正式名称は、島根県芸術文化センターで、グラントアは愛称である。グラントアの由来は、広い屋根という意味のフランス語である。 全国からの16,456点の応募の中から選ばれた。建物の屋根が岩見の景観、風土を象徴する落ち着いた赤色石臭瓦の使用された大きな切り妻屋根で作られていることに由来している。建物の屋根、外壁には島根県が誇る石臭瓦が約28万枚使用されている。大ホール壁面には音響、衣装、 構造を一体のものとするため、三次元的に複雑な形状を持つコンクリート売り場構造が採用されており、約1.8秒の残響時間が確保されている。設計は、株式会社内藤博建築設計事務所。 マスダ市中心部の再開発の必要性が1970年代から語られていた2001年3月に策定された第4次マスダ市総合振興計画、マスダ市中心市街地活性化基本計画をもとにして、マスダ駅前地区周辺は2004年11月頃から再開発が進められている。この一環により、島根県芸術文化、センターグラントワが建築され、他にもマスダ駅前に、 マスダ駅前ビルエアガが,が建築され、旧市街を通る中島染和線が拡張整備された。ありがとうございます。